久保さんちょっと心にかけてね、これいい言葉だなと思うんですけど、アレックス・ラミレス。アレックス・ラミレスって誰なんだアレックス・ラミレス、ちょっと調べていいですかアレックス・ラミレス。あなるほどね。ラミレスちゃんだ。野球のですね。はい、あのー、なんだあ。もう47歳になったんだ。はい、ラミレスちゃんですね。 このアレックス・ラミネイさんでメンタルが強いいいとはいつも同じでいることと。これはね武士道とかその,、まあ、その格闘技とか、まあ、そういう戦うっていうところでもそうだと思うんですけど、まあ、平常心っていうのが実は、まあ、メンタルを高めるうー心を高めていくよりかは常にこう一定であるっていうつ、まあ、宮本武蔵もそんな感じかもしれないですよね常に平常心みたいなうん これはいい言葉ですよ。メンタルが強いといつも、だからいつもこの、動じないっていうね。うん。多分その、空手とか憲法とか全部そうだと思うんですけど、乱れると、手も乱れるというかね。そう、なんだろうな。いつもできることも、心が乱れると、できなくなるんですよね。でも、常に、常に今までできることを、 今まで通りどんな状況でもできるようにするためには今まで通りの正平常心でいないといけないとだこれはね僕はスポーツをやってたのでどれだけ練習が強くてもやっぱ試合になると緊張して正,正常で保てなくなるんですよねだか確かに練習したことし練習しないとダメなんだけども結局練習したとしてもその練習した結果が試合に出るのかっていうと平常心その練習と同じ状況で試合に出る 出れればまあ出,せ出せる確率は出てくるんだけどもこれね緊張しちゃうとね全然出ないんですよ、うん、だからいつもできることが全然できないといつもできてるんだけどだここのいつも同じでいることっていう多くの人はそのなんか高めるとかなんかまあそっちのあれが高いと思うんですけどこの平常心っていうのは僕はすごく 生きてていく上でもす,すげー大事ななのかなっていうどんな災いどんなことが起こったとしても常に平常心でできるだけ動かさず、えー、冷静に考えていくとうーんああやばいどうしようどうしようではなくちょっと立ち止まって冷静になって考えてみくっていうねこれめちゃめちゃ大事ですねうんはいいってらっしゃい